ドン始まりました。桜井とあの猛烈トラベルということで、現在福岡県博多駅に来ております。で、今日はこれからですね、初めて西九州新幹線乗っていきたいと思います。ということで、行きたい、これから長崎へ行きますってね、今ねここで全力で言いたいところなんですが、ちょっとねこちらご覧ください。映るかな。なんかね、線路内でトラックが脱輪した影響で止まってるんですよ。これちょっとね、今からね行かなきゃいけないんですけど、ちょっと行けるかどうかわからないので、ちょっとその様子についてもね、皆さんがね、とても楽しみながら、行けないだろうということをね、皆さん願っていただいて全然構わないので、楽しんでいただいて、最後までこの動画楽しんでいただけたらなと思います。ということで、博多駅の方へ行きましょう。ちょっとね、まだね指定席券とか発見してないので、そういうところとかも今からやっていきたいと思います。おー、500いるやん。鉄オタ興奮中。500ですね、500系新幹線。カワセミですよ、これは。のぞみ急行20分は遅れじゃないです。13時間新幹線に詰められた人たちがこの前いるんで、20分は遅れではないです。かっけー、何このかっこいい新幹線。東京の方では見れないよ。かっこよ。まあ、隣の新都市までなんで立席乗車していきます。でも、もうお客さん乗り始める前にもうね、駅名が載ってますね。あ、開いてるわ。あんまり走っちゃいけないですけどね。おい、行きましょう、乗りましょう。来た。列車は博多駅を出発。約10分で隣佐賀県の新都市駅に到着いたします。博多南線の線路と分岐。博多南線は博多にある新幹線の車両基地に列車を送り込むため の回送線をね使った路線となっておりまして、新幹線車両に格安で乗れるというのもところで有名です。新幹線の、ね、車両基地やってまいりました。 M700 系の、ね、車両がやっぱ多く止まっております。その方にね、500系のハローキティ新幹線も止まっております。この後ね、これ見ていただくと、奥にグランド光とかで使われているので、ね、100系の2階建て車両とその手前側には500系新幹線止まっておりましたね。この博多 の総合車両所ですごい見てて楽しいなって思います。で、この車両基地で通過すると同時に、このすごい勾配をね、九州新幹線駆け上りまして山間部へと入ってまいります。列車は間もなく新都市駅に到着です。はい、ということで到着いたしました。鳥栖です。鳥栖じゃないです、新鳥栖です。で、今、どういう状況かと言いますと、特急券持ってたんです。特急券というか、まあ、指定券持ってないんですけど、特急乗って、まあどうにかなるということで、とりあえず新鳥栖に行くことが最優先。鉄道で行くならこれが一番早いということなので、ちょっとバスはね、もう1時間早かったらバスだったんですけど、ちょっとこの時間からだと無理ということなので、こんな感じですね、新鳥栖。ということで、ここまで乗ってきました。桜549号、鹿児島中継の列車が出発していきます。この列車、現在ね、7、8分ぐらい遅れて走っております。山陽新幹線内での、線路設備のね、点検の影響です。ここまで乗ってきました。桜549号、鹿児島中継の列車が出発していきます。ということで、在来線ホームに、ソニックで乗り換えていきましょう。はい、ということで、新鳥栖駅の、在来線ホームやってまいりました。いや、もうこれはやばいっすね、混雑もすごいです。リレーカーの、ね、8両編成の後ろの5車乗っていきましょう。でもね、どうせそれないですから、さっき見たやつですから。で、今駅員さんにちょっと聞いたところ、もう来ますって言ってました。もう1個あんのかな、ないんかな。リレーカーの、ね、8両編成なんで、後ろは乗降口ないんで、多分そこが最後ですね。っていうような感じです。こっち側が鳥栖方向、こっち側が長崎方向です。まだ列車来るのにちょっと時間かかるみたいなんで、列車待っていきたいと思います。
はい、ということで、踏切が鳴り始めたということで、まもなくリレーカンウェイ13号武雄温泉行きの列車が到着いたします。で、定刻が確かここ8時ぐらいなんですよね。多分9時かな、9時とか8時台なんで、もう列車もうお昼過ぎちゃってるんで、もう3時間以上遅れちゃってて、まあ列車に関しては何払い戻しの対象列車となっているんですが、お、やってまいりました。博多駅で見送った特急リレーカモメ13号ですね。9時18分です、出発。今特急長崎行きって言いましたけど、これ長崎行かないですからね。途中の武雄温泉で新幹線に乗り換えですから。あー、まあ相手はいますね。でも相席か、いや別に相席が嫌なわけじゃないんですけど、相席だとねちょっといろいろと大変なんで、ということで、7号車あ違う嘘嘘8号車指定席に乗っていきます。長崎本線は時速130キロで爆走、まあ、気持ちばかりの、ね、回復運転をしているというような感じです。長崎本線で何回か乗ったことありますが、僕が乗ってるときは時速120キロっていうイメージが強いです。途中の佐賀県県庁所在地佐賀駅を出発、この先の江北までは複線なのですが、江北から先佐世保線に入ると単線区間もあるので、結構そのダイヤとかね、こう回復とか難しいようなボトルネック区間となっております。東駅を出発、当駅で長崎本線を離れ佐世保線へと入っていきます。佐世保線へと転線、現在手前に見えている線路が長崎本線です。このね、動画の撮影の数日というか2、3日前かなまではここを特急カモメ号が走っていて、その特急ね、カモメ運行最終日も僕その特急乗りましたから、このね、様子についても動画に上げているのでぜひね、ご覧ください。いや、いいですね、こんな綺麗に電化されてるのにね、機動車が今主役ってちょっと悲しいなって感じもします。駅停車かと思うぐらい列車が減速してしまっております。こんな感じでですね、現在前に特急列車が詰まっていて、さらに対向にも特急列車が来るというような状況です。僕が乗っているのはこの下向きの、ね、矢印の上にある特急武雄温泉駅の、ね、リレーカンウェイに乗っていて、その本当目の前にですね、緑号、そして対向にね、博多方面行きの特急、リレーカンウェイが走ってきます。とね、この区間は、ね、単線だからこう交換できる場所で交換しないとって感じなんですよね。武雄温泉の高架に上がりまして、列車は終点武雄温泉駅に到着いたします。武雄温泉のこの佐賀側のところには新幹線の待避設備というか、まあ、この先ねずっと博多まで伸ばしていくため の、 その仮工事といいますかという部分があって、でこの区間ここに新幹線を一時的に、ね、置くことができるようなものとなっております。こんな感じでですね、 N700S カモメ号の、ね、専用の車両が止まっておりますが、普段は確かここに列車が止まることは当時はなかったんですよね。ダイヤの運用上基本的にここに車両が止まることはないんですけど、この日は連続してどんどん列車を出す必要があったので、ここにカモメが止まってました。いる増発すんじゃないの、わかんないけど、そういうもんじゃないの。ここにいますよ、西九州新幹線 N700S。 リレーカモメを降り、対面の新幹線カモメ号へと乗り換えていきます。はい、ということで到着しました武雄温泉です。
ポテトでも大丈夫なのかな。まずいか。なんかもういるから乗っちゃおう。座席が回りきったら、うわ新車の匂いする。新車よ新車。もうね後ろにね、さっき言ったネクストバッターズサークルにいるんですよこいつが。すごい。あんまりねうるちょるしても多分どれいつ発車するかもわかんないんですよこれ。カモメ13号長崎行きですこれは。それまでは分かりましたね。で今回使用していく座席こちら13番です。最後の一番後ろの座席で、もうねリクレーニング直したんですけど、これがフルとフルです。うわー水。はい、ということでカモメ13号乗っていきたいと思います。車内入っていきましょう。まあ入っていきましょうって言っても、もう僕一回入ってます。はい、ということで車内に入りまして、いきなりカモメのステッカーがたくさんあります。で今ねちょっとちらっとだけ見ましたが、カモメの絵もねありましたね。で今回 こちらのね座席を使用していくわけですが、これもう一回入っていたので、これが今こちらがね今置いてありますが、ここが、リクレーニング、もう完全限界まで倒した角度がこんな感じで、このねなんか頭の部分のな何あれがなかったですね。で結構隣とね見ていただくと分かると思うんですが、結構そのリクライニングの角度の差っていうのはまああります。で前席にコンセントがついておりまして、肘掛けの、下の部分ですね、肘掛けのこの部分にコンセントがついておりました。これぐらい大体角度の差っていうのがあって、これかなり角度の差があるんですよね。20-30cmかな、まあ、20cmぐらいこの大体差っていうのがありましたね。20cmぐらいで、ディスプレイはまあ普通の N700S と一緒なんですが、やっぱりね N700S ディスプレイが大きくてとても綺麗です。で机はこんな感じ、まあ普通の N700S とかは大した大きい違いはないっていう感じですね。まあサイズ的に言うと、20cm、40cm か、まあ、40cm ぐらいですね大体長さです。これはね基本的に東海道新幹線とかとあんまり変わるっていう感じはないのかなと思います。あと足元のねなんか柄がついていると思うんですが、これが JR 九州ならではというか、この水戸岡先生のねデザインならではなのかなって感じがします。まあ、ちょっとね今お隣に人が来られたんで、今急いでね荷物を片付けますが、でここにねまあこれカメラなんですけど、あまあこのね今カメラ使ってなくて、このカメラ故障しました。まあ、そんなどうでもよくて、でこんな感じでですねシェードがあって、このシェードもなんか柄になってて、これもなんか東海道新幹線とはちょっと違う感じですよね。 N700S っていうところなんですが、もう全くのデザインだけ別物みたいな感じがしました。汽車は武雄温泉を出発、この先山を越えまして長崎を目指していきます。停車駅嬉野温泉に到着です。ほんと近いですよね。なんか初めて乗ったんですけど、うわ近って思いました。こんなね近い距離に新幹線駅があるっていうのもなんかすごい印象的なのかなって思います。西九州新幹線は多くの区間でこのようにトンネルだったり、今は景色が見えてますけど、結構防音壁がね高かったりする場所が多いです。その影
況もあり、結構景色が見れないのが残念だなって思いました。汽車は新大村駅に到着です。この駅の北側には西九州新幹線唯一の車両基地、新大村の車両基地があります。長崎本線と合流をすると列車は諫早駅に到着いたします。当駅諫早駅からは島原鉄道が出ており、島原半島のアクセスにはうってつけです。諫早駅を出発すると長崎本線と再び分かれ、終点長崎駅を目指していきます。この先の区間はね、とにかくトンネルが多くてですね、トンネルっていう感じです。いくつかのトンネルを抜け、市街地が見えてくると長崎市街です。もうね、結構長崎市内ギリギリ前トンネルで来るので、トンネル抜けた、街見えたと思ったら、すぐに列車は終点長崎駅に到着いたします。皆さんは長崎と言ったらどういう感じでしょうか。僕はね、路面電車とかこの東端式のホームとかっていう感じがするんですけど、あと僕すごい長崎のね、あのお菓子というかあれで、ね、カステラがすごい大好きなんですけど、まあ、また後日ちょっとその、ね、カステラに関する動画も公開する予定なんですけど、すごいカステラが美味しくてですね、なんか皆さんもね、ぜひそのなんか美味しいカステラあったら僕ちょっと教えてください。ぜひね、ちょっと行ってみたいんで、ぜひコメント欄にね、ここのカステラ美味しいですっていうのを教えてください。そんなことね、言ってたら列車長崎駅止まりました。はい、ということで到着いたしました。長崎です。あ、いるわ。もう次の列車来てますね、僕の乗る列車。これこっち見るともう無電化されてるのも確認できました。人がやっぱりまだ多いイメージですね。平日なんですけど、今日はここら辺はまだ電化されてるみたいです。でもね、もうこの長崎駅在来線ホームは機動車しかやってきませんので。うわ、すげえ、ホロとかが。お、折り返しかもめ40号博多駅となるそうです。諫早新大村浦上嬉野温泉全体ですね。これこんな感じでホロとかもついております。ちょっと先頭だけ行きましょうか。ということで前の方まで歩いていきます。まだね、4号車はね自由席ですね。3からだったかな、いけ、3から2が3、2、1が指定席だったらいいと思います。カモメも赤いバージョンとなんかこういういろんなバージョンあるんですね。いやー、だいぶすごい、すごい行き先一つだけ異物が出てる。博多、んっつって、まあ、2つか異物は。のぞみ64号、おお、門司港行き、まあ、すごいですよね。向こうからもなんかいるらしいですよ、武雄温泉までの列車として。おお、これがあれですね、指定席です。いやー、すげえ、すげえ豪華。指定席やっぱすげえ。いや、すごいっすね、指定席やっぱすごいです。おお、すげえ、白向きになってる、白いお目目してる。おお、かっこいいっすね。これサムネイルかな、もう。うわ、
ーかっけえ、めっちゃかっけえ。22日だから4日前とかかな、ここ来たんですよね。ちょうど本当に二つ星が泊まってるホームにカモメで乗りつけて、でここで、あーブルーインパルス行っちゃったって話してたのもなんか懐かしい思い出です。このホームの端っこには日本最西端の新幹線駅っていう、まあ、なんていうのっていう、こういうのもあります。ごめんなさい。北緯32度、東経129度だそうです。まあ、それ以降はね、何分何秒って言うんですけど、まああんまり気にしなくていいかな。うわすげえ、こんなに線路近くで見える。うわすげえ、もう何をどう見てもすげえかっこよく見える。うわすごい、すごいっすね。長崎駅も昔は地上ホームでしたが、現在は高架化されてこういう風なことになっております。じゃあそろそろ終わりにしましょうか。はい、ということで今日はここまで、博多から長崎まで新幹線そして特急列車を乗り継いで、やってきたわけですが、本当ね、最初長崎本線の区間が運転見合わせになっちゃって、本当次のね、次ここから長崎間の予定があるんですけど、その予定に間に合わないかもと思ったんですが、まあJR 九州さんがいろいろとね、この13号も臨時便なんですよ。この13号臨時便の列車を出していただいたり、特急列車をね、時速130キロで鬼の回復運転をしてくださったりしたことによって、僕もね、次の予定に間に合うということになりました。本当にね、これは JR 九州さんがね、こういうことをしてくれたからこそ間に合ったなって感じがします。ということで、そろそろね、ここら辺のここで動画を締めさせていただきたいなと思います。この動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。